合算和紙に使われている構図がやっぱり山形のものであることと、まあ、水もそこに使われている水も全て、まあ、山形のものが使われているっていうのがものすごく魅力的だと思うし、私は、日本画を描く上で山形で絵を描くっていうことをやっぱり一つのアイデンティティとしてこう大事に考えているので、その上で、まあ、今回、いろんなこう形の合算和紙を使えて、ちょっとこういろんなチャレンジができたかなっていうふうに思いました。和紙を超えろ